からね。すごい準備してるから。心の中で準備してたんだよね、もう。もう来るの早い。待ってましたみたいな感じ。どうぞどうぞ、ステージへお上がりください。ありがとうございます。ありがとうございます。ことは今日店長。これでさ、イエーイ。ありがとうございます。さあ今日は浩平さんのバースデースペシャルということで、はい、我々 TA 女子からですね、浩平さんに誕生日プレゼントをご用意いたしました。さあ今年浩平さんが御年37歳ということで、その年齢にちなんで、TA 女子からポンテリング37個プレゼントです。おめでとうございます。中身開けてください。ちょっと今開けてください。箱3個分ですよ。パンパンなんでもやります。ちょっと1個開けてください。はいはいはい、じゃあこれね、全部ポンテリングということです。はい、全部ポンテリング。そうです。なんかもう小平さんも多分お酒とかいっぱいもらう気がするので、ねえ、もうねえ、すごい、これ輝かしい。3箱分、もうこれ全部小平さんの分なので、今日中に食べてください。あ、だって今食べてください。匂いがすごいんだけど。匂いだ。食べたい食べたい食べたいよ。それ今1個食べてください。はい、それでは浩平さんも大好きと言っていたこちらの曲聴いてください。ライゼン。空を見上げる夜を甘くことを忘れ、貴族の周りで磨く犠牲になってる。それでも声を上げて諦めないあなたライゼン。
Yeah.
れますよ。あら嬉しい。じゃあ BM 知ってるよって方、おーいっぱいある。おー、すごい嬉しいね。はい、お女の子の手挙げてくれたから、はい、LINE 的にちょっと。すいませんね、女の子たちね。まさかにね。はい。というわけで、BM 女子ね、ちょっとここで告知をね、させていただきたいんですけど、はい、ただいまね、ツアー中でして、ツアーセカンドが10月17日、川崎クラブチッカにて開催決定してまーす。イエーイ。そうなんですよ。新体制になったわけですよ、はい、その新体制になった TL 女子が、ここをどう動いていくのか、10月17日